レイヤー履歴で追いかけて周回エリアがありませんとか言ってなんかバグになったらもうそんなになったら手打ちでいかなしゃあないけど、ある程度のランクの人、その辺もよくわからんからね。でもこうコミュニティとかフレンドとかを送っても無視してるとかじゃなくてやり方がわかりませんとか言って結構そんな人もおるからね。手打ちで部屋番号打って言ってくれ言って通じるやろうかっていうのもあるから、なるべくシンプルにもう履歴だけでいけるんやったらそんなそれぐらい楽なあれでやったら間違いないと思うんやけど、あんまり部屋の移動とかで手こずってたらしょうもないストレスが発生してしまうから、なるべくシンプルに行きたいんやけど、どうしようかな。とりあえず開始時点で銀さんらの方満員にするか、シャンメルさんに誰つけよう、シャンメルさんに桃さんと青丸さんつけるか。とりあえずダンカンさんのところが難しいよな、歴戦できそうなんがバリスタさんとかが来たらいけるんかな。オリビアさん、ジューザさんってどれくらいの強さやったかな。強い人おらんかったかな、誰か。強い人おらんか。ちょっと私のチームに優子さん入れとこう。とりあえず今ちょっとやってみようか、実験。銀さんが寝てしまったらあれやから、どうしよう。はい、銀さん起きとったら銀さんもう一緒に行きゃいいけど、とりあえず猫さんはそこ追ってもって、シャンメルさんとトマトさんと銀さんと行こうか。銀さん起きてる？寝とる？銀さん寝とったらダンカンさん行こう。今クエ張ったので受けてください。ああ聞こえてなかったね、了解。ちょっと打たないかな。シャンメルさんやろ、トマトさんと弾丸さんと、
シャンメルさんが一番クリアに聞こえてそうやな、多分。シャンメルさんで部屋建てよっか。そしたらね。はい。この実験のね。この実験ね。うん、明日はどうかわからんよ。とりあえず、この今日の実験は銀さん寝とるし。うん、ありました。うん。とりあえずこの汚職事件を2分ぐらいでサクッと。この部屋と部屋の移動を手打ちで手入力せんとスムーズに移動できる方法が欲しい。私主催やから A の部屋と B の部屋と両方部屋移動してまたいで挨拶したりいろいろしたいんやけどな、うん、だからあの A の部屋は、ね、猫さんに任せて私 B の部屋にちょっと一時移動したりしよっかなとかいうのもあるので、はい、よし先行スリンガーぐらいはいるわ。飯食うの忘れてた。やっちまえー。起き上がったか、めんどくさい。猫さん、あの実験で部屋建ててる間に私とあれ行くから、またこれ猫さんもこの汚職事件行くようにしといてね。さんが今留守番中か。まあ実験的には猫さんだけ起き取ってくれたら大丈夫や。そうしたら今のうちに言うとこか。シャンメルさんがまずあの帰ったらクエスト受けるあのお姉ちゃんとこ行って別の集会エリアに移動するっていうやつにして。で、あの自分で部屋を建てるのが2番目ぐらいに多分あるからそれ選ぶやんか。で部屋の条件決めるときにプライベート設定かなんかいうのがあるからそれをありっていう方にすると、はい、お1分49秒そこそこ早い。でそれで部屋を建ててもらいます。まず立てたら教えてください。立てて移動してしたら、はい、わかりました。いや、
番ができればいいんだ。勉強するよ。リオレウスを2回狩らないかんな。バウンティー終わらへんな。まあいっか。自分で部屋を作るでいいか。サークルじゃなくて。うん、サークルじゃなくて、サークルにしたらサークルの人しか入れんくなるから、ね、別のエリアに移動で自分で集会エリアを作るにして、条件がいっぱいあるから、一番下のプライベート設定というのはありっていうのにしてもらって、はい、でそれで設定ってしたら部屋飛んでいくはず。うん、 OK、 OK で部屋、もう立ち上がった。今ロード中です。あ、ロード中だね。ロード終わったらトマトさんとダンカンさん。終あ、終わりましたか。終わりました。トマトさんとダンカンさん、プレイヤー履歴を通じたな。ダンカンさん、あれ、リで別のエリアに移動、他人のエリアを探す、プレイヤー履歴、え、分かったか。で、ダンカンさんとトマトさん、そしたら移動終わってそっちで合流できたんを確認できたら、無理やった。あら、おらんようになったけどな。無理やった。あれ、え、来てない、シャンメルさんの方。メンバーリストには誰も来てないです。プライベート無理。あ、了解。もうメンバーリストには全然誰も入ってこないですね。あー、オッケー。ちょっと待って、オフラインになった。なるほど、了解。その手は使われへんということか。それか、はい、それか今のスクリーンショットで撮ったので、それを手入力で入れてもらう。おお、そしたらスクリーンショット、そしたらこの幹部のメッセージグループに貼れる。ここ写真貼れんのかな。クリップマークあるから貼れそうやな。貼れます。ここ貼って手入力で行ってみて。そしたら幹部ですね。うん、実験1失敗。プレイヤー履歴からはやっぱ行かれへんのか。送りました。
キスさん、怒りましたよ。ちょっと見てみようか。あ、見えるな。そしたらダンカンさんと、ダンカンさんが声聞こえてへんから手で打つわ。ちょっと待ってな。シャンメルさんが貼った、スクリーンショットで、移動してください、部屋へ。山田さん、これできました。お、行けた。はい、山田さん、今合流してます。山田さんは今すんなりと入ります。ダンカンさんは今幹部の部屋のメッセージ送ったばっかりやから。あ、了解です。手打ち中かな。猫さん、ここの部屋の集会エリア番号をスクショ貼ってください。猫さん、幹部の部屋のところに猫さんに、私らがおる部屋のスクリーンショット貼ってもらおう。これ桁多いな、集会エリア番号。これは打つの大変やな。プレイヤー履歴で行かれへんのか、難しいの。プレイヤー履歴やるとと難しいですね。手打ちで行くか、招待状を送るしか合流する術ないんかな。プライベート設定な。ですよね。あとプライベート設定をしちゃうと、ですね、客さんに参加ができないんですよね。え、何に参加？セクションに参加。ああ、なのでセクションの参加が弾かれるんで、手打ちしかないのかなと思うんですけど。手打ちしかないね、多分。イベントのバナーとかで踏んでセクション参加、そのパーティーからセクションに来られへんっていうことやろ。ですね。ランカーさん入りました。オッケー。キッサさん、ダンカさん、入り合流できました。お、猫さんが貼ってくれた。手打ちが、手打ちが、なんて、手打ちが現実的か。やっぱちょっと大変やけど、やってもらわなしゃあないな。ですね。うん、新人さんらがこれよう打つかやな。うん、まあまあ、ちょっと言ってくれと言わなしゃあないな。でももうこれあれやわ、プレイヤー履歴でも行かれへんとなると、ちょっとその銀さんの部屋で銀さんがストーンズの人呼ぶんやったら招待かけたら呼べるやろうけど、それ以外の人は手打ちやな。手打ちですね。よかった。手打ちしか手段がないということが分かった。
ちょっとあんまり部屋移動できへんな、これ。一回部屋決めてしまったらもう、だから、あの、席替えねー言うて、そんなに お気楽に、あの、そんなんできへんな。なので、飛び入りで来た人はもうしゃあないけど、今おる人は、ほんならもう、気楽に部屋移動できへんから、やっぱり、部屋固定するぐらいの感じで決めないかも、これ。シャンメルさんもちょっと気楽に移られへんから、もうどうせ移られへんねんやったら後から来た追加の人に手打ちしてくれって言わないかんな、これな。ですね。うん。だからシャンメルさんとトマトさんとダンカンさんとこっちの部屋にあの猫さんの手打ち見て戻ってこれる？それか私もともとおった部屋やねんけど戻ってこられへんかな、やっぱプライベートかかってるから。あ、今無理でした。あ、無理か、ダンカンさん聞こえてへんから、あの手打ちでチャットでダンカンさんにあのこっちの会議室に戻ってきてくださいって言ってもらえますか。ちょっと桁が多いな、めんどくさいなこれ手打ち。せいぜい1回か、もう多くても2回までやな、1回のイベントでその1人の人にやらすん。何回もやらしたら、お、聞こえてるか、よかったよかった。ちょっとめんどくさいけど戻ってきてください。手打ちじゃないといけないし、ほんまはプライベートで行けるんやったらそっちの部屋に私もプライベートで飛んでいくんやけど、こっちの部屋に帰ってくるのに誰かとプライベートでつながっとかないかんから、猫さんと一緒にお食事券回して、でこっちで猫さんに留守番しといてもらったら行って帰ってがプライベートかあのプレイヤー履歴か、それで行って帰ってが一瞬で行えるんやったら私も気楽に行って帰ってするんやけど、手打ちめんどくさいな。トマトさん、ダンカンさん、おかえり。あとシャンブルさん帰ってくるのみやな。プライベート設定をオプションとかでいじられへんのかな。あ、いじられますね。え、いじれる？オンに。一応自分で作った場合は、うん、これを一回オフにしてまた設定なしをして来たら閉めるみたいな。ああ、そうかそうか。オンオフはできるからあれか。うん。その代わりノラを弾かないといけないっていうのちょっと面倒くさいのがあるかなぐらいです。まあその移動中に間違えてノラが入ってきたらごめん言って蹴るか、ごめん言って蹴るか、黙って蹴るか、なんせ蹴らないかですよね。うん。なのでプライベート設定はオンオフは自分のところなら切り替えてきますね。そうやね、ありなしに。うん、ありなしはできるね。あ、さすがやな、いいこと言うたな、シャンメルさん、ありがとう。え、まだおった？そっちの部屋に。そっちの部屋おる？おる。なので設定を解除して、今解除してる？多分今解除しましたよ。ちょっとダンカンさんかトマトさんかこっちの部屋おってな、履歴で戻ってくるから。私ちょっと行ってくるわ、シャンメルさんの方。他人の集会エリアを探すプレイヤー履歴、シャンメルさん、これ今オフしてくれてるんやったらプライベート設定の集会エリアにいますって言うてるな。オフラインになりました。あらあれなんで、マジか、まだ反映されてないんかな。プライベート設定の部屋に行きましたになるね。待ってください。あ、わかった。一回立てて一回竹使
作り直さないといけないんだ。設定切り替えただけじゃダメな？ロードで戻される。戻される。ちなみに私これエリア移動する前に設定切り替えるの忘れたから、今誰が部屋長になってるんやろ、そこ会議室。戻られへんなこれ。ひょっとして、あら、シャンメルさんの方もまだ行かれへんな。はい、いいですよ、あげましたよ。行ってみよう。あかんな、なんでや、めっちゃ弾かれるな。そう、もう一回やってみてるけど、プライベート設定の部屋言うな、なんでや。追いかけられへんわ。難儀やなこれ。分かった、フリーにしないといけないかも。初心者にしてるからかもしれん。どうやろな、関係あるんやろうか。あかんな、プライベート設定のってなるな。なぜです。一応ね、掲示板で別の集会所に移動して、集会エリアの設定は変更はできるんですよ、うん、変更はできるんですけど入れないっていうのがあるみたいで。プライベート設定の集会エリアにいますってなるんよな。プライベート設定を解除してるにもかかわらず、プライベート設定の周回エリアにいますって何回やっても出てくるんやなこれ。でも猫さんとトマトさん来てますけどね。手打ちじゃなくて履歴で言ってんの？わかんないけど来てますね。ちょっとあの手打ちじゃなくて履歴でいけたか聞いてみて。トマトさんも猫さんもあのボイスじゃないから聞いてみてて、ほんで手打ちで返事返ってきたら教えて、うん、コミュニティのプレイ中セッションに参加とかそんなんで行ったっちゅうこと？ほんなら多分可能性が高いかも。セッション参加か。このプレイヤー履歴では行かれへんわ、残念。ラインやから、あら来ましたよ。セッション情報が取得できませんでしたってなりよるわ。なんでですで入れましたって書いてますよ。ちょっと待って、結局何やったんやろ。もしくは一回セーブして終わらしてからじゃないといかれへんのかな。それかもイースさんは知ってるので、その最悪の時は、うん、これでフレンド招待をするしかないんですよね。ああ、今来れたけど、うん、フレンド招待でしたら多分一発でいけるので。あ、一発でいけるかな。
猫さんは前の部屋に戻った？会議室に。猫さんは多分今戻ったみたいなので今いないですよね。いないですの。あ、トマトさんとアンさん、イズさんがいるですね。うん。間違えた。ね、そういうことです、ね。多分。こっちトマトさんとシャンメルさんやんな。ダンカンさんが留守番してるはずやから、はい、プライベート設定ですって言われるのかな、やっぱりな。やっぱそうやな。あ、オフラインになってもうた。猫さん部屋帰ったんやったらちょっと私をフレンドで招待して。もう最悪の場合その4人のフレンドその組む人たちのにフレンド申請を送っての方が早いかもしれない。早いな。手で行くこと思ったら早いな、全然。の方が早いかなと思う。ギルドカードとかでは行かれへんのかな。ギルドカードは多分何が見れたっけ、ギルドカードって。討伐カード、討伐と、レベル帯かな。カードリスト、ですね。キャラクターのオフしかないですね。ああ、ほんまやな。なのでフレンドが一番。ギルドカードわかんない。うん、フレンドやな。手っ取り早いかな、いや、かなとは思うんですが。そしたらあの議員さんのとこも行けるし、こっちの猫さんのとこも行けるから、キリストさん的には便利かなとは思うんですけどね。うん、猫さんこっちにフレンド送ってもらわれへん？どこ参加しよう。プライベートかかってたっけ今、シャンメルさんとこ。かかってないと思いますが。ない、なくてもあれか、一回これ外れちゃうと多分またかかっちゃうのかもしれないですね。なので移動したいときはそのリーダーさんに言うし。あ、でも合流できましたよ今。さっきあのフレンドで送ってくれたやんか、あれを使ったんよ。あれで参加するにしてきたんよ。今まで自分が、あの送るばっかりで参加したこと一回もなかったからさ、呼ぶことはあっても呼ばれることなかったから、今ちょうどよかったわ、ありがとう。確かにこれをこれできたら一発やな。の方が混乱をしなくて済むのかなとは思うんですけどね。手打ちはちょっと 大変で、多分埋まって入れないで苦情が来るよりは適切かと思いますが、そうやね。わかった。一番円滑な方法がわかった。わかった。フレンド申請かな。いや違う。あのね、結局全員とフレンドしてるのは私だけやんか。私がやっぱり部屋またぎゃ済む話やねん。だからあの銀さんと猫さんと A の部屋 B の部屋をってしてもらって、で両方からあのフレンドを招待するで私を招待してもらって、だから銀さんの部屋に行った時に あれ猫さんからも招待もらわんと元の部屋に帰られんくなるからさ、それを交互にやるということです。そうそう、ほんで私があの銀さんの部屋行った時に呼びたいやつ全部招待かけたら済む話や。早いですよ、早いね。あ、ね、解決したね、これね。よかったです、よかったです。よかった。さすが、シャンメルさん、いろいろありがとう。で、ダンカンさんでも猫さんでもええから元の部屋呼んでくれ。
正体が来ねえ。あったかもしれない。分かったかもしれない。交流プレイヤー履歴、解決しそうな気がする。今これ会議じゃないですか。うん、会議じゃなくて、もう一個部屋建てちゃって、それでフレンドを招待すればいいんじゃないですか。パーティー招待。そしたら、2個になる。幹部だけで話し合いをするんですよね。じゃあパーティー招待は意味がないかな。いや、なんていうかな、 A の部屋と B の部屋作るやんか。で、B の部屋もやってるところにすでに参加してますになるんか。どういうこと？私オフラインで今一人にされてんねんけど、参加してますになって、ね、参加する。招待されんでもセッションに参加するで戻れんのか。あかーん。あ、プライベート設定の部屋にいますって言われて追い出された。その都度部屋を立て直せばフレンド申請できます。フレンドを呼べますね。体質というか、今あれなんよ、スタートっていうか一番初めのスタート画面戻ったんやけどな。自分の部屋を作るでもう一回部屋を作り直しちゃって、うんうん、プライベートを設定外しちゃって、で設定をした後に、その後にですね、招待を押して、起きてる？招待を押して、うん、例えばキースさんを呼びます。で招待を送りました。で招待をキースさん来るでしょ。来た。それで入ってもらって、忘れた。よし、落ち着け落ち着け。でこれでまたキャラ交代画面になってしまった。オープニング画面まで戻されるんよな。そのまま部屋の移動だけさしてくれたらいいのにな。一回ゲームやめんと行かれへんみたい。マジか。でこれ今シャンメルさんと二人の部屋か。そうです。でこれを猫さんのとこに戻ろうと思ったらややこしいのなんで。今、元の会議室は誰が部屋長なんやろ。わかんない。多分ダンカンさん、トマトさん来たから銀さんじゃないかな。まあ、ほんで銀さんは寝ている。出た。行かれへん、もう二度と行かれへん。その前の手打ちのやつのあれを、あれですよね、勝てないですよね。手打ちのやつはめんどくさいけど、見りゃ携帯であれを見たらええね。猫さんが貼ったやつ、さっき。ややこしいな。これ話し合いするところがこの実験がもうすでにややこしい。ですよね。こんなに手こずると思わんかったな。ですね。XLFE。ちょっと待って。小文字と大文字とかやめてほしいわ。ほんまに。X。どこや。L は大文字か。あ、ブレたし。
大文字すんのどないしたっけな、これ。L2？ あ、めんどくせえ。FE。F。なんで F。E。CM。C。M。T。銀さん消えてる、出た。落ちたか、ついに。T7K7 は大文字か、これ KL が大文字、 KL ほんで A、 決定。これでいけんかったら嘘やろ。携帯持ってへん人どないすんねやろな。ですよね。手でメモってメモ紙見ながらするんかね。で写し間違えとって入られへんやんけって無事切れとったりしてですよね。よし、シャンメルさんも一回戻ってこようか。こっちもう銀さんおらへんからあれやけど、新しく部屋建ててもいいんやけど。あ、戻ってきますわ。もう手打ちでしか戻られへんやろね、多分。私が招待かけたらすぐ戻れんのか。あ、でもいいですよ、打ちますよ。うん、あの掲示板に猫さんが貼ってくれたやつ打ってくれてもいいね。必死に打ってますよ。そしたら銀さんだけちょっと呼んでみようか。招待で一撃で呼べるんやったら、やっぱ私が移動してフレンドで呼んで、ほんであれかちょっと、もう一回元に戻るのはスクリーンショットしといてもうたやつ手打ちでいいか。それか鍵してて戻れねえ戻れねえ鍵戻れねえ。え、手打ちでダメやった。手打ちでダメだ。猫さんの貼ったやつ行けた？ね、猫さん部屋長やねんけどな今。うん。これ番号変わってないで。パーティー画面で招待するんで。X 小文字 X が始まるやつですよね。うん。行った。行ったっぽい。いけた。多分打ち間違いだったと思う。うん。これがあるからね。まあ打ち間違いぐらいしか弾かれる理由がないんやったら、もう一回よく見てくださいで済むんやけど。うん、ですね。あ、入れましたよ。おう、おかえり。バグとかいうのが挟まったら、何が原因でそうなってんのかがわからんってなったらもうお手上げやけどね。打ち間違えてるだけなんか、ね、バグなんかわからんって言ったら、なんでやねんなんでやねんって言われても困るんやけども、こっちはちょっと理解が理解しかねますかねみたいな。スクリーンショットでやるやつしかないっすね。うん、せやね。で正体をもう何回でも激しく送り直すかですね。うん、そうやね、保険で貼るしかないね。もう保険その都度流れるようやったらその都度貼っていくしかないですね。うん、あ、手打ちでやったら多分リーダーあのヒースさんはちょっと大変かもしれんけど両方覚えないといけないっていう。
うん、それがちょっと宿命的にはあるかもしれない。宿命やな、うん、なるほど、うん、息切れをするのであればの話であって、うん、